はい、えー、よろしくお願いいたします都市局街路交通施設課の吉田と申します、えー、短い時間となりますが私からはウォーカブルなちづくりの概要と今年度の街路交通施設課の取り組み予算制度について説明させていただきますまずウォーカブルと言いますがこれは単純にあの歩けるという意味ではなく車中心の空間を人中心の居心地のいい空間に変えていくという運動のことを指すと考えております 海外をはじめ日本各地で車中心から人中心の空間づくりを通して人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられる場づくりが進んでおります。我々はウォーカブルを進めて食う上でのコンセプト、スローガンとしてウォーカブル、アイレベル、ダイバーシティ、オープンの頭文字を取って We Do と言っています。ウォーカブルが求められるガイドでは車の通行を抑えて 隣接する広場公園も一体的に捉え民間の空地も活用しながらたくさんの、えー、多様な人が集まって、えー、オープンカフェとかがあってそこにいたくなるそしてまあ、来たくなる留まりたくなるような空間を作っていこうというコンセプトとなります街中にゆとりと賑わいを取り戻す街中を官民連携で人間中心の空間に変えていくそのために PDCA でいいサイクルを回していくことが重要です 多様な人材が街中に集い交流することで生まれるイノベーションで知識課題を解決しつつコミュニティの形成や広がりを作り出していくそういったいいサイクルが回り始めます国もウォーカブルを強力に後押ししております令和2年度の、えー、法改正で市町村がウォーカブル区域を指定すればその区域内の官民が連携したウォーカブルの取り組みを法律予算税制でパッケージで支援することが可能になりました ウォーカブルな取り組みの広がりですが、えー、先ほど説明したウォーカブル区域を設定した自治体数も101自治体を数え、その数は年々増加しております。また、ウォーカブルの考え方に共鳴し、我々のパートナーとなっていただいているウォーカブル推進都市も年々増加し、えー、今年1月末時点で368団体となっております。えー、こちらがその一覧となります。えー、皆様のご応募、まだまだお待ちしております。 はい、こちらは今年度の取り組みとなりますが、昨年10月に新潟県加茂市で、えー、実施したまちみちスタディ現地面協会の概要となります。こちらは11月に米子市で実施した現地面協会の概要となりますあの。本当はもっとたくさん説明したいところなんですが、時間の都合上あの割愛させていただきます。あのホームページに資料等を、えー、掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 最後にウォーカブな取り組みを推進する予算制度について紹介いたします。車中心から、えー、人中心の空間へと転換を図る、えー、街中の歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として、市町村や民間事業者等が実施する道路、公園、広場等の整備や修復利活用、滞在環境の向上に資する取り組みを重点的、一体的に支援する 街中をる推進事業が令和の6年度予算政府案に盛り込まれた2つの拡充事項について以降のスライドで説明いたします1つ目の拡充の背景として昨年4月には子ども政策を推進していくための基本法である子ども基本法が施行されましたまた6月に閣議決定された子ども未来戦略方針でも えー、骨太の方針でもです、ね、子どもや子育て世帯の目線に立った子どもまん中まちづくりを推進することとされており子どもの遊び場や親同士の交流小銭での外出がしやすいような空間づくりがますます求められていくこととなりますこうした背景から居住地周辺における子ども・子育て支援環境の充実を図るため子ども基本法に基づく市町村子ども計画と都市再生整備計画が連携した取り組みに 対する支援を強化するべく、新たな機関事業を創設し、えー、子ども・子育て支援に資する事業をパッケージで支援していきたいと考えております。さらに、令和6年度予算政府案においては、多様なライフスタイルを支える人間中心のまちづくりの実現に向けて、地域公共交通と連携しつつ、近隣の生活圏内における移動サービスの質の向上を図ることを目的として、 公共交通機関やシェアモビリティ等、2のモビリティの結節の拠点となるモビリティハブの整備を支援するための拡充が盛り込まれております。はいえー、本日ご説明したのはウォーカブルの一端です、えー。もっともっと詳しいことを知りたい方は、ぜひウォーカブルのポータルサイトへお越しください。えー、事例集から、えー、制度の紹介、えー、ガイドラインなど、たくさんの情報を掲載しております。支援事業等に関するご質問があれば、 本スライドに記載の問い合わせ先までご連絡いただけます。幸いです。以上、駆け足でしたが、えー、ご清聴いただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。国土交通省都市局まちでくり推進課で、実例の担当をしております石川でございます。本日は、令和6年度税制改正において期限を延長いたしました、ウォーカブル推進税制についてご説明いたします。まず、ご存知の方も多いかと思いますが、改めてウォーカブル政策の全体像についてご説明いたします。 令和2年度都市再生特別措置法の改正により都市,再生特都市再生整備計画の区域内にウォーカブル区域を設定することが可能となり民間事業者等が市町村の取り組みと合わせて交流滞在空間を創出する事業について道路公園の専用許可制度等の法律ウォーカブル推進事業等の予算に加えて税制等のパッケージにより支援しております。 本日は科学で表示しておりますが、そのうち税制支援であるウォーカブル推進税制についてご説明いたします。本税制を活用するためには、滞在から適正と向上区域の設定が必要となります。同区域を設定した市町村数は、令和2年度から右肩上がりで増加しており、令和2年度の5倍となりました。それに伴い、伴いウォーカブル推進税制についても市町村から多くの相談が寄せられております。 では、本税制の要件となる一体型滞在快適性等向上事業についてご説明いたします。一体型滞在快適性等向上事業とは、滞在快適性等向上区域内において、民間事業者等が市町村の取り組みと合わせて、交流滞在空間を創出,創出する事業です。左下の GA のイメージをご覧いただければと思いますが、市町村実施事業の例として、車道の一部広場化や道路のカラー補償化、 民間事業者が行う一体型滞在快適性等向上事業の例といたしまして、民地の広場化や建物低層部のガラス張り化があります。続いて非常に簡単ですが、ウォーカブル推進税制の特例を受けるためのフローと制度の概要を記載しております。一番上からまず、市町村が都市再生整備計画の区域内に滞在快適性等向上区域を設定いたします。続いて滞在快適性 快適性等向上区域内の民間事業者等が市町村の取り組みと合わせて滞在交流滞在空間を創出する事業,事業について課税、財政担当部署との調整を経た上で市町村が都市再生整備計画に位置づけます。上記の手続きを経て土地、焼却資産と家屋について5年間、固定産税と都市計画税の減免を受けることができる内容となります。 続いて、令和6年度の税制改正要望の結果についてご説明をいたします。ウォーカブル推進税制は正式には居心地よく歩きたくなる街中創出のための特例措置といいます。赤字化線部が令和6年度税制改正要望における変更点です。まず、一番下でございますが、令和6年3月31日までだった適用期限が2年間、令和8年3月31日まで 延長されたということでございます。2つ目が、課税標準の特例の割合が変更になったことです。今までは地方税法により1分の2と決まっておりましたが、記載の通り1、1分の3から2分の3の範囲内において、市町村の条例で定めることができるようになりました。本税制のように、課税標準の特例割合を市町村が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組みを、 地方地地域決定型地方税特例措置通称わがまち特例といいます下に例を記載しておりますが課税標準3000万円の芝生広場を整備した場合3分の1に軽減した場合には課税標準が1000万円となり3分の2に軽減した場合には2000万円となりますこれから本税制の適用を検討している自治体の方には特例割合を十分検討いただくとともにですね 三者基準であっても、えー、条例の制定が必要となることについてはご注意ください続いて本税制の適用実績についてご説明いたします現時点では6件の適用実績がありますがそのうち2件二次指定について、えー、概要をご説明いたします1つ目は福島県須賀川市の取り組みです須賀川市では風流をテーマとするまちづくりを進めており 景観に配慮した都市空間の形成や地域の賑わい拠点を整備しようとしています。市が地域交流センター等を整備いたしまして、その隣接地を所有していた株式会社デンダド島が所有地を広場化することで、高質な歩行空間や交流滞在空間の形成に寄与しました。イベント時には一体的に活用されるなど、整備前に比べて歩行者通行量を大幅に増加するなどの結果が出ています。 続いて静岡県静岡市の取り組みです。JR 静岡駅の近くの場所でございますが、テナントの撤退などもあり、街中ににぎわいや柿を生み出すことに課題を抱えておりました。静かさんが、えー、ボーリング場の建て替えに合わせて、全天候型の誰でも利用できる交流広場を整備することで、休日、平日問わず家族連れが訪れるウォーカブルな空間が建設されたものでございます。 最後に、本税制の概要や適用事例、活用にあたって運用を定めるガイドラインの掲載先をご紹介いたします。こちらのページでございますけれども、本税制について詳しく知りたい場合にはですね、ウォーカブルポータル,ータルサイトより、制度等から税制をクリックいただきご覧ください。本日の説明で不明な点等がございましたら、町づくり推進課の税担当までご連絡ください。 以上でウォーカブル推進税制について説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。皆様よろしくお願いいたしますあの。国土交通省からの情報提供について、引き続き、公園緑地警官課の開きり、公園に関する事項についてご説明をいたします。えー、本日はウォーカブル区域への拠出公園の取り組みについて、特例や補助制度についてご説明をいたします。では早速、えー、ウォーカブル区域に 内で実施することができる、都市公園リノベーション協定制御の概要を説明いたします。え、都市公園リノベーション協定制御なんですが、まあ、都市再生整備計画に定める町中ウォーカブル区域内の都市公園が、まあ、交流、滞在拠点として重要な役割を果たすように、当、ま、該、あ、外都市公園のリノベーションを促進する制度として設けられたものになります。え、この制御は、町中ウォーカブル区域内で見込められる特例措置の一つでございまして、 官民一階で居心地が良く歩きたくなる街中の形成に取り組む一環として、都市公園に飲食店、売店等の整備を行う場合に、都市公園法の特例を供与するものになります。具体的には、一階型経済解決成功向上事情の実施主会である、または都市再生推進法人が、まあ、その事情主会の会社でございまして、まあ、そのうち整備、管理しようとする都市公園において、 えー、利用者の利便を増進にする事業を行った実績、まあ、あの、挙手公園におけるイベントや、えー、環境の維持向上等の実績があるものが、えー、公園管理者と経験した協に基づき,きまして、挙手公園内において、飲食券、売券等の、えー、公園利用者の利便の向上に資する施設の設置と、それら施設から生ずる収益を活用して、その周辺の、えー、 園路とか広場等の、えー、一般の公園利用者が利用できる特系公園施設の整備改修等を一体的に行う場合にあの、下に書いております特例が付与されると。でまあ、特例の中身としては、まあ、通常設置管理許可期間というのは、まあ、10年なんですけれども、まあ、20年に延長できたりとか、憲兵率の上限緩和として10%上乗せされる、えー、専用物件の追加といった、挙、え、手、ー、公園法の特例が付与するものといった制度になります。 この特例の中身自体は、すでにあるパーク p f i 制度と呼ばれる制度と同じにありまして、まあ、違いとしては、あくまでウォーカブルクッキの特例であったり、実施機会の対象であったり、交互ではなく、協計といった違いがございます。次に、領域化スキームで進めるかといいますと、主なポイントとしては、まずは実施機会となることができる段階と、まあ、事前協議を行って、また、あ、サウンディングにより、まあ、導入可能性を調査するときは、事前調整をすると。 でそして先ほど説明しましたように、挙手再生整備計画への位置づけが必要となりますので、まあ、削減の手続きを行うと。位置づけられますから、まあ、公園管理者と実施主会で、協、えー、計を締結すると。で、必要に応じて予算の措置をするといった、えー、スキームになります。流れになります。次に補助制度についての説明になります。挙、え、手、ー、公園リノベーション協定制度に関わる、まあ、補助制度等についてなんですが、 まあ、一つが、えー、官民連携型賑わい拠点創出事情と呼ばれる、まあ、交付金事情。もう一つが、賑、えー、わい増進事情資金という挙手、まあ、開発資金になるんですが、公益化制度はございます。これら、要件やキャシとなる範囲等については、まあ、こちらの資料をご参照していただいて活用を考えておられましからご相談いただなたといきなというふうに思っております。次に、ウォーカブル空気企業のその他、挙手公営の極例についてにあります。 リノベーション協定制度、先ほど説明した協定制御の他にも、ウォーカブル区域内での都市公園に関する局例がございまして、一つが上に書いております、都市公園の専用許可の局例があります。現行の都市公園法では、民間司会が都市公演内に看板や広告等を設置することというのは原則的に認められておりませんが、しかし、都市公園と一体となってオープンスペースを創出する取り組みを行う、一体型ウォーカブル事業の実施機会については、 その公益性により、挙手公園内に看板、広告等を設置することができるようになったという特例にあります。まあ、た、は、えー、公園施設の設置管理許可の特例もございます。挙手再生整備計画に町中ウォーカブル区域内の挙手公園のカフェや交流スペースなど公園施設の設置に関する事項を、まあ、位置づけた場合、挙、え、手、ー、再生整備計画の記載から見えないであれば、挙手公園法上の設置管理許可が 受けることができるとこういった制度はございます、まあ、以上がウォーカブル区域内の居士公園の特例や補助制度等のご紹介になります、えー、最後に参考になんですが令和4年度に、えー、検討されました居士、えー、公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会まあ、軽減を参考にご紹介いたします詳細は資料のこちら2ページを、えー、ご覧いただければと思いますが、まあ、簡単に説明いたしますとまあ、ポストコロナの新たな時代であったり えー、ウェルビーイングの向上に向けて、公園外においても、まあ、地域の課題や公園の局性に応じて、えー、活用性の保険者料をさらに発揮することが求められているといった時代背景を踏まえて、まあ、地域の価値を高め続ける、えー、使われ、生きる公園を目指すための重建戦略が軽減されております。まあ、ぜひご参考いただいて、官民連携による、まあ、より柔軟な都市公園を使いこなすための質の高い管理運営をしていただけきゃなというふうに思っております。 掛け足しとなりましたが以上になります、えー、ガイドライン等はあの国交省のホームページにも掲載されておりますのでぜひご参照していただきたいと思います、えー、ご静聴ありがとうございましたはい、国土交通省水管理国土保全局河川環境課の木村と申しますえー、私からはえっ、ー、と河川空間の利活用ということで今あの河川環境課の方で取り組んでいる、えー、水ベリングと川町づくりについてご紹介をさせていただきたいと思います まず水ベリングなんですけれども、もしかしたら今日いらっしゃってる方、自治体さんとか企業さんとかが多いような感じだったので、もしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、水ベリングっていうのが水辺の利用者を増やして、水辺を徹底的に活用してもらうという運動、プロジェクトになります。具体的には今まで河川はやっぱり国だったり自治体さんだったりが河川管理者として今、管理をしているんですけれども、そう だけじゃなくて、あの一般の企業さんだったりとか、まあ、その地域の住民の方、NPO の方だったりにも、もうちょっと川を使ってもらって、でえっと、利活用してもらおうという取り組みになっています。でまあ、そのためにです、ね、水辺リングプロジェクトでは、ま,あ、まず水辺にこう新しい関心を集めて、そこを水辺であんなことしたい、こんなことしたいみたいなアイデアを育てて、まあ、それで新しい水辺の活動を後押ししていこうというような取り組みになります。 でまあ、具体的にこれは水辺リング、これは砂の川ですかね、の事例なんですけれども、まあ、このえっと左側の、左下の図とか、左上見てもらうと分かるように、まあ、この川の水辺にまあこうテントが作られていたり、まあ、その皆さんが集まれるような広場だったりをえっと用意していたり、まあ、あとはその川のスポーツがこうすあのできるような環境を整えたりということで、まあ、こういったあの空間をまあ世界、あの全国にどんどん作っていこうというのが、主な水辺リングの活動になっています。 でまあ、具体的には、まあ、その今までの取り組みだったりとか、まあ、今後、水辺空間どうしていこうかみたいな感じで、まあ、年に1回水辺リングフォーラムというのを開いていて、今年えっと今年度は去年の12月にですね、えっと、竹島ポートホールというところでインスパイアフォーラムを開催しました。まあ、これも今まで全国各地で水辺リング活動に取り組んでいる方にそれぞれの地域の取り組みを紹介いただいたり、まあ、あとはその。 えっとまあ、今回、水ベリング、あの今年度で10周年ということなので、まあ、その振り返りだったりというのをパネルディスカッションしたりということを行いました。でまあ、そのほかに水ベリング、まあ、もう一つ大きいイベントとして、7月7日に水辺で乾杯というイベントをやっています。で、まあ、これあの、本当に川のほとりに行って、7月7日なので、7月7日7時7分にみんなで乾杯をする。 というだけのイベントなんですけども、まあ、それでも全国各地でですね、あのいろんな方が参加をいただいていて、えっと、令和5年度、去年の7月は2万4159人ということで、史上最多の人数の方が参加いただきました。で、まあ、ちょっとあの下の方に今年の写真をあ、今年、去年ですね、去年の写真を載せています。ちなみに今年、えっと、2024年の7月7日は日曜日なので、まあ、ちょっと皆さんゆっくり乾杯もできるかなと思うので、ぜひ、もう本当に、あの、 お酒とか持って川に行くだけなので、ぜひ簡単なので、ぜひ参加いただきたいなというふうに思っています。 えまあ、その他にもですね、まあ、全国各地で、まあ、あの実際にその水辺空間、まあ、実際に使っていただくのは、まあ、やっぱり地元の地域の住民の方だったりということが多いので、まあ、そういった方に、じゃあどういった水辺空間がこう自分の近所にあると嬉しいかみたいなことをこう話してもらうワークショップだったり、まあ、あとはあのさっきのインスパイフォーラムだけじゃなくてですね、各地でフォーラムを開催したりとか、まあ、あとは SNS、ウェブを活用したまあ情報発信だったり、まあ、あとはその実際にじゃあ水辺の利活用をどうやってやるんだみたいなことを まあ、あの知ってもらうようなパンフレットを作ったりとかですね、あとはその水ベリングの関係で、まあ、そのあの地域の方から依頼されて、う舎券とか、まあ、出張で、えっと、出前講座みたいなことも行ったりしています。 でえっと、ここまでが水ベリングの話で、まあ、ここから実際に水辺を活用するにあたって、じゃあまあどういった具体的なそのソフトハードの支援、国庫省はどういうことをやっているのかということをご紹介させていただきたいと思います。でえっと、まあ川,川町づくりということで、まあ、そのこれはえっと河川空間ので、まあ、その例えば多目的広場だったりとか、まあ、その河川に人が集まれるような場の整備ということを支援をしています。 で、これは実際に、えっと、川町づくりで行った大垣市の事例になります。で、まあ、その、 実際に水辺空間は民間の事業者との方に使っていただくにあたって、河川の専用許可を取っていただく必要があるんですけれども、その専用許可の規制もですねあの都の緩和をしておりまして、もともとはあの自治体さんとかまあ公的機関しか専用ってできなかったんですけれども、今、その規制が緩和されまして、民間の事業者、営業活動を行う事業者の方もまあ河川敷地の利用ができるようになっています。これ平成23年からオープン化の 河川空間のオープン化ということで始めて、今116事例ですね、累計、えっと、今活用いただいています。さらにですね、えっとえっと、昨年の5月から、ですねその河川敷地の専用の期間というものを最大20年。 まあ10年かける2の更新で、最大20年あの更新延長ができるようになるというあのリバサイトという取り組みも新しく進めていまして、まあ、なので,あのよりです、ね、あのより先の見通しを立てた事業計画を河川敷地で建てられる民間の河川の中で、よりその民間の事業者の方がまあ鋭利な活動もできるようになって、どんどん規制を緩和しているというところです。ですみません、ちょっと掛け足になったんですけれども、じゃあ、具体的にこういうことをありしたいとか考えてるけど、 こうどこに相談しているか分からないという方のために、ですね、まあ、川町づくりのよろず相談窓口、川よろずというものを用意しています。でまあ、こちらのさと川よろずの方にご相談いただけると、高校所の職員、まあ、あるいはその,いやその地域地域におつなぎしたりとか、ですねあの相談に乗ったりとかということができるので、まあ、もし皆さん、見せ物利活用を考えている方がいらっしゃったら、こちらにご相談をいただければと思います。すみません、かき足になりましたが、私からは以上です。ありがとうございました。 はい、国、え、土、ー、交通省道路局の細、えー、道を担当します秋と申します、えー。よろしくお願いいたします。で、私からはあの、えー、まあ道路での取り組みのについてご紹介させていただきます。えーえー、道路ビジョン2040というものが、えー、令和2年6月に、えー、国交省道路局の方で今後の道路政策にかかるビジョンとして、えー、2040年道路の景色が変わる。 というものを発表し,しました。将来予測されるさまざまな道路の景色について紹介しております。でこのビジョンに向けて、えっと、歩行者利便増進道路というのが創設されました。賑、えー、わいのある、えー、道路空間を構築するための、えー、道路の指定制度です、はいえー。令和2年5月に成立いたしまして、えー、同11月に施行しております。 でこの歩行者利便増進道路、えー、通称歩行道と呼われているものですけども、えー、だいたい左に、えー、イメージの方を書いております。えーまあ、既存の歩道のまあ再整備とかっていうあの道路空間の再配分というのを1つの,あの方法といいますか、やり方として考えておりまして、えー、歩行者利便増進道路というのがピンク色で書いているところ、で構造基準についても定めております。で右側が、えー、専用が柔軟に認められる。 専用車を幅広く公募ですと公募する場合は最長20年の専用ができるといったような制度でございますこの歩行者利便増進道路制度について新たな専用特例制度ということで制度化しております大きく分けて2つ専用特例制度と公募専用制度があります 専用特例制度は、まあ、あの文書でいろいろ書いてますけども、利便増進道路区域を指定した場合、専用特例というのが認められるというところです。この専用特例というのが、身内性の基準にとらわれずに、あのまあ、歩行者の利便増進のための必要な機能を配置することができるということでございます。で広報専専用用特例につきまましてては、えー、複数のの希望者からの提案を踏まえて最長20年 ににたり積極的に専用許可を認めることととができるということの制度ですでこの制度を使うメリットといたしましては、まあ、先ほどご説明しました、無用地ち制の基準が除外されることで、カフェやベンチ等の専用物件が置きやすくなるで、もう一つが、先ほど最長20年の専用が可能となりました、通常、一般専用ですと5年となっています。 民間の創意工夫を活用した空間づくりが可能となりまして、ティラス付きの飲食店など、初期投資の高い施設も参入しやすくなっております。今、ご提示している左側が神戸市さんの三北通り、右側が港区の新虎通りです、左下が商店街にはなりますけど、熊本市さんの市道の通り、右下が姫路市さのちょうどりです。 この,このような感じで、まあ、道路に、まあの、まあ、今までカフェとかテラスとかっていうのがなかったところをこう、まあ、皆さんあの賑わいを創出するというところでこういったものが置けるようにというようなことが、まあ、全国で広がっているというところです。<laughs> でもう1つ、この公密制度を使う場合、直轄国道の場合は、あの専用主体さんが同類児管理の協力をしていただけると、まあ、専用料の90%を減額するという制度をしております。地方道につきましては、あの各自治体さんの条例に規定がありますので、またそれはご参照ください。 でどのようなものが、まあ、あの認められるかというところですけれども、一応あの、えー、こういった表で道路法の施行例と、まあ、実際、認められる物件というものを整理しておりますあの。テーブルであったりとかあの、まあ、イベントに設けられるものとかっていうものがあります。まあ、ただ、実際あの、専用許可をするのは各道路管理者ですので、えーまあ、それぞれであの、まあ、現,現地の状況等を考慮しながら、適切にご判断いただければなと思っております。 でえー、滞,在滞在快適性向上区域と、まあ、歩行者利便増進道路の活用で、えー、このような感じであの、まあ、ウォーカブルとセットであの、まあ、制度活用すると、より相乗的な効果が生まれるのではないかというふうにあの我々の方考えておりまして、1つ、道路のつきましてはあの交付金で赤線引いているところですけれどもあの、重点支援の方をしておりますので、またあのご検討いただければなと思っております。 実際あの、ウォーカブルの事業として連携しているというところで、あの福山駅の周辺にはありますけども、えー、緑囲みのところはウォーカブル区域で、で、えー、と大々のところをそれぞれで、まこ、あ、道をしているというところです。まあ、エリアに対してあの、線になってしまう道路ででもこう、にぎわい喪失というのをしていっているというところです。 で全国の取り組みといたしまして、えー、と44市区町119路線、えー、このように、えーまあ、5月時点ですけども、なっています。次また来年度、あの皆さんあのご紹介かけさせていただくときには、さらにこうもう少しあの増えていくんではないかなと思っております道路、ねえー、局のホームページには、こういったほこ道の取り組みというものをあの作っております。 でこれは新たな例ですけれども、えーと、こういったような、えー、と記載、まあ、概要になりますけれどもあの、記載をさせていただいておりましてあの、全国の皆さんの取り組みをご紹介させていただいています。で2023年に、えー、インスパイアえフォーラムの方を開催いたしました、えー、と先ほどの,、えー、の川と一緒で、えー、と東京・フォートシティ竹芝で行いました、11月末です。えー、と皆さん名ご参加いたただきました でまた、えっと、地方での、えっと、道勝会議というものを行っています。今年は、えー、長崎と四日市、帯広で行いました。またその後あと、道勝、その後どうですか会というものを開催して、まああの、状況の進捗というのを皆さんでお話ししております。でホームページの方、このようにあり,ありますのであの、何かありましたらご参照いただければなと思っております。また、リーフレットの方もこういったものがありますので、またご活用いただければなと思います。 で何、えー、かお悩みとかありましたら、ほこみちよろず窓口というものを設置しておりますので、あのこのアドレスの方にあに所属とあのお聞きしたいことを言っていただければ、ご回答できると思いますので、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。以上で、えー、あの説明の方終わりりりととなまますご清聴ありがとうごあがうざいました